とことんやり込む、どうもなおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 Y ワイワイ学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はですね、最強装備入手しました。使っていこうと思いますよ。これです。はい、最新式宇宙服だね。これよりも防御力が高いやつはあるんだけども、これが一番硬いのよ。なぜ硬いかっていうと、スキル急所ガードだね。クリティカルを受けないのよ。これは強い。うん、攻撃面に特化した最強防具っていうのもあるんだけども、これは防御面に特化した最強防具です。うん、入手方法はガチャです。ガチャ限定。うん、ガチャ限強いのあるね。本当に驚きです。はい。でさらに今日はですね、この装備をしております曇りなきコンパクトミラーですね。これスピリットがプラス100です。3つ装備してるので、300スピリットがプラスされます。で月光の召喚メダル、これがスピリットが150アップですね。でそして食べ物でポワレを食べることによって 30% アップします。これで今日は進んでいきます。ブルームーンでいくよ。ブルームーンで、スピリット2544、かなり高いと思う。かなり高い。でこれに食べ物の 30% アップでスピリット3000を軽く超えるね。3000軽く超えるやつになります。でさらに芸能人学徒をつけてますので、回避が7回成功するとスピリットとパワーが2倍です。なので、最大火力スピリット6500ぐらいですよ。6500のスピリットってなかなかないんで、どれぐらいの火力が出るのか楽しみだわ。うん、まあこれができるのもあれだね、宇宙服を着てるからだよ。うん、どうしてもねコンパクトミラー3つつけると防御力が下がってしまうので、まあクリティカルを食らわなければ全然大丈夫。はい、では早速ボスまで行きます。はい、それではボスですね。最高の火力を見せて差し上げましょう。まあただ結構これリスキーなんだよね。あーマジでどっち行ってる。よし、だいぶ火力溜まってきたかな。 OK、このハンター霊の時はだいぶ溜めるチャンスなのよね。 OK、 行くよ。もう目に見えて減る、目に見えて減る。 OK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 、 怖っ。よしよっしゃ、溜めるチャンス。よっしゃ、 OK。 もう攻撃力もう爆上がりだからね。攻撃力爆上がりです。クリティカルなしでこのダメージはなかなかえぐいよ。 OK、 よっしゃ、攻撃力が上がって15秒間ね、これキープできるんですよ。で15秒以内にもう1回すればさらに15秒間、この強化がね続くんだね。なので、あっ、よっしゃ、ずっとねこの状態をキープすることも可能です。ただ結構リスキーなのでね、すごい慣れてないと攻撃食らっちゃうので。 OK、 もう締める。よし、お最後最後ちょっと一回回避しときたい。 OK、 一回回避しとけば安心かな。 OK、いや、すげえすげえ、ボス、ラスボスにこの火力はえぐい。よし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 。で、やっぱり、あれだね。クリティカルを食らわないっていう安心感があるから、ガンガン攻めていける。あー、これ絶対もう切れるわ。これ切れるわ。バフが切れますね、確実に。うん。まあまあ、またね、回避7回続けて。
やっていけばいいね。ああもう切れた。ここでよし、おっしゃ2回、 OK、 チャンス1234、あと1回か。よっしゃ、最大火力、最大出力です。え、来い来い、来なさい来なさい来なさい。 OK、 振動ベル、このダメージえぐ。よし、このアルマゲドゥーンもあれだよね、クリティカル食らうと結構まずいのよ。3000後半ぐらいダメージ食らうんで、これで食らわないっていうのは嬉しい。まあ大概避けるんだけどね、うん、やり方分かってれば全然避けれるんで楽勝なんだけども、あ、そうかそうかそうか、あれか、なんか若干下がったなと思ったらあれだ、オアレが消えた。 30% バフが、 30% バフもしっかり生かして、いや2発でキャンセル、えぐい、2発キャンセルすごいね。通常攻撃の出方も違う。よっ、あ、回避させて、あ、切れちゃった切れちゃったわ。いいか、一回ちょっと回避しときましょう。はい、はい、一回、はい、2回3、ああ3か、まあいいや、ちょっとキャンセルさせましょう。はいはい、あー違う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 、よし、まあ切れる切れる切れる、よし OK、 あと1回か2回ぐらいでマックスいけそう。あと2回ぐらいかな、来い。ああ飛び込んでいきましょう。ああダメだったあ、でもクリティカル食らわないからめちゃくちゃ楽。 OK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 、 クリティカル食らわないってすっげえ強い。うん、火力を最大限に発揮できるっていうのは超いいね。ブルーストリームの威力えぐ。よいしょ、全然これ続けていける。特にこいつは攻撃回数が多いのでやりやすいね。はい、アルマゲドゥーンしたらもう終わりだぞお前。よっしゃやばやば、しゃあ火力やばい。よし、さあ、ちょっと待って待って、攻撃して攻撃して、あ、 OK、 イエーイ。でも決めます、楽勝楽勝です。やっぱり芸能人ガクト最高だね。火力が全然違う。うん、もう、もともと爆上げしてるのをさらに2倍だからね。強い。でもそれができるのもやっぱり宇宙服でクリティカルを食らわないからできることだよ。いやー、最高の組み合わせだ。はい、ということで今日はですね、最新式宇宙服、体防具の防御面では最強のやつね。これを入手しましたので使ってみました。入手方法はガチャ限定ですね。うん、まあ、火力面で最強のやつは別にあるんだけども、この防御面で最強をつけてちょっと安心感のあるところで芸能人ガクトで火力を上げると最高です。ほんと最高。はい、まあ、入手はなかなか難しいかもしれないですけども、まあ狙ってみてください。面白いですよ。ではですね、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。そいや！